さあ今シーズン初めてサンプラルインのピッチに選手たちが足を踏み入れます。神村主審の笛が吹かれて今松本ボールでキックオフ。佐藤こぼれ球、大野これは決めきれない。河合もう一度あるか、外に逃れる、もう一度浮かせたボール、坂野さあ中に前が行って浮かせたボール、ここは合いませんでしたが、もう一度小山から裏を取って前、中折り返してフィニッシュ、河合シュート。今シーズンホームサンプルアルビンで最初の得点は松本河合シュート。前半40分、1対0。まずはこの富山がボール持った時の前のランディングですよね、斜めのここでボールを引き出して一番危険なエリアに侵入していきましたよね。このエリアですね、そこから見事なニアにパスでしたし、河合も落ち着いてましたよね。まあ、この間もなく後半のキックオフです。後半は山形ボールでゲームが再開されます。山田、中原シュートを放っていきましたが、ここはディフェンスブロック。山田拓海から南が今度はこの右の深いところ切り込んできて、山田拓海1対1、追いついた山形。前半、失礼、後半57分。まあ少しね、ここずっとボックス周りでねボール動かしてたんですよね、山形が。その中でここ中入ってきて、まあ、山田コーナーですかね、うまくこうクリックしたんですよね、これですね。そこに山田が入ってきて、今度は右サイドでしたね。今まで左サイド崩してきたんですけど、最後はこう右サイドでしたよね。で最後加藤がしっかり仕留めると。さあラウジョボールを入れていきます。中残して最後山田コーナー、囲い弾きます。三村主審はちらっと時計を見て、ここで長い笛、1対1。先制したのは松本、そしていい流れを持って後半に入りましたが、後半は山形のゲーム。